お、いや、来ちゃった来ちゃった。いや、待て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 、お前待て、お前待て、マジでマジで何しに来たのお前。あ、村人運べるんだ。だったら俺輸送するよ村人。村作れんじゃんちゃんとネザーに。じゃあ生活しましょうよネザーで。はい、よし、こいつは一人目の輸送完了と。ああ、やあ、 I'm out to eat on here。よし、じゃあね、本日のダークラ続きやっていきましょうか。今回、待って、今回はね、私、ネザーにですね、新しい村を作りたいんで、まあ、ハードコアなんですが、この住民をね、向こうに移送したいんですが、こう乗られちゃうと一番困るんですよ。一旦これを壊す必要があると。壊して回収して、なおかつ、の、うーん、乗れナイス、これで移送できますね。で、しっかりこっちに後ろ駐車をしていって、この輸送ポジに入っていくと。で、解除、輸送を解除したら OK、 埋まってるよね。で、ここをあとは丸石か何かで、これで埋まったかな。でね、下手に殴ると被弾しちゃうんだよね村人が。だからしっかりこうして、ここをよし、入った、よしよしよし、 OK、 いったっしょ。素晴らしい、やっと来てくれた。前回これでね、1名間違えて事故死しちゃったんですよ。1名この移送をした、お前帰るじゃねえぞ、おい、張るな、そこに。村人全員ね、移送したいんだよね、あっち側に。そうしないとね、やっぱり村として意味はないと思うので、やっぱ最低限の村人が出てきて、村としての役目を果たしてほしいと。やばい。これ村人、ああ、よかった。やめて、本当にしんどい、マジでお前ら死んだら。村が人消える。決して俺は、君らを、殺したわけではないと。よかった。そう、分かってくれよ。僕はね、君らを殺したいわけじゃないんだよ。同じな仲間として、こっから異世界に村を作っていきたい。それだけなんですよ、この作業は。村人にさ、ダメージ与えすぎるとまた間違えて、誤ってさ、ね、事故の元になっちゃうんで、僕は殺したくないんですが。いった、お前死んでないよね、今な。よし。ダメ。行くな。よし。行くな。行くな。何この攻防。やだ、行くな。違う。行くな。帰るな。ダメ。ダメ。ちょっと待って。殺すぞ。本当にダメ。本当にダメ。ダメろって。あ、よし。これやばい、脱走具合が。よし、これで兄さんも帰れないでしょうねえ。行きざるを得ないよ。はい、こっちに。行きざるを得ないよ。ほら、初めてネザーゲートで攻防したわ、このゲームで。 OK、 いてた。多分これがラスト1ピースのはずなんで。はい、ダメ。もう壊すんで。うん。そういうね、悪い子には壊すんで、もう行かせないんで。しょうがないよね、これ教育の一環だから。OK。はい、最後ならと、絶望な顔してるな、お前ね。何その顔。なんでそんなテンション低いの、君。せっかく今宇宙で来れたんだからね、異世界に。
前澤さんでも来れないんですから。あ、こんにちは。さあ、3人移住できたからもう十分でしょう。となると、こっからちょっとこいつらの、ま、家を作ってやる必要があるよな。まあ一旦こんなもんか。天井ここに対して、まあ結構掘ったんですけどね、このラインから。で、下に行ったんで、まあここを一旦村の基盤にしようか。まあ高低差は出たんでね、やっぱ一応天井の、まあ高い村ということで、まあ、若干本当はね、村なんで太陽欲しいんですが、まあまあいいでしょう。じゃあ次は、ここを下を住みやすくする必要があるな。ってことは何だろう。下に土でも引くか。で、ここに、あ、木を生やす。あ、そういう構図いいね。そうしよう、そうしよう。とりあえずこんな感じか。一応は。土で敷き詰めたって感じ。ただ、これだけじゃね、さすがに、なんか武骨というかね、色感がないので、そうだな。天井、ほんと天井に日光もつけたいし、やっぱこいつらの家を再現した方がいいな。あー、なるほどね。土、1、2、3、4、5。1,2,3,4,5。 あー、なるほどなるほどなるほど。再現できることもないか。おい、バカな、なんで入ってくるんだよ。うわー、マジか。ここまでできたのに、ここまでできててもう一体失うか。いやー、ボート入れとくんだったか。まあまあまあ、でもいいか。まあ二人いるやな。ただいい感じだよな、だいぶ。作り的には。いや、工事中に、だって工事現場に入ってくるからさ。もうあれは自業自得でしょう。どう？割かしそれっぽいよね、めちゃくちゃね。で、一応入ったら、うるさい、ドアマシンガンするな、お前ら。はしゃぐな。まあ一応こっちでね、あのドアトゥードアというかね、あのどっちにしろあのこの世界は出入り口1箇所しかないのでね、ネザーのゲートっていう。まあそこがない分、まあ、一応ここでちょっとでもね、まああの故郷のことを考えてほしいなっていう点で作りました。で、一応これで、まあ2人分のね、まあ住居はできたので、あとはこの陣地拡大したいのが正直なとこだな。それができればいいんだけど、あとまあちょっとこの辺りに、もうちょっと雰囲気出したいな。家だけじゃ足りないので。いや、これは綺麗でしょう。どう？ここに、松明もつけて、かなりいい村や、これ。どうですか、皆さん。ネザーもともとのね、ああいうグローストーンを生かしながら、こう従来の村人建築をしております。なので、まあ、これ新しく住んだね、この、異世界住人者たちも、ものすごくやっぱ、不安じゃん。新しいさ、土地って。ただ、そんな不安の時にね、ふと、眺めると下をほら綺麗な自然が見えるんですよ。こんなさ、よくできたシステムのある村。あとはもうちょっとね、だん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 この辺りまだまだ奥行けること分かったので、ちょっとね、広くしたいかな。広くどん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 こう陣地を拡大していって、まあ、最終的にはこの一帯をもう綺麗な村にすると。これは結構安全面も高いしね。あとやっぱ落ち着くよね、村人は。ここをしっかりやっぱ利用できてるから、結構ポイントの高い建築ではある。いや、これは高いっしょ、ポイント。かなりいい村よ、これ。ただまだまだ普通にこれ広くできそうだよな。あ、いけるいけるいける。まだまだ広くできるから、あの奥ぐらいまでさらにこの辺り全部削り取って、もう3、4個家建てたいな。で、あとはちょっとね、向こう側の住人もっといねえかな。一掃してきたいな。あ、見てる見てる見てる。やっぱそうだよね。遠く見たくなるよね。あ、綺麗だなみたいな。落ち着くな。こっち来てよかったなってなるよな。こうやっぱ自然を基調にした建築をメインにしてきていいな。何してんの？あー、そういえばこっちドアあったな。めっちゃやってんじゃん。たまんないね、このスリル。結構いい感じになったよ、これ。みんなどう？一応吹き抜けで、下がこう見やすくなってるんで。あとは、ここで、上を全、だからなんなら全部ガラス張りにしたいな。やるか。全部天井も、壁も、それが一番究極の美学じゃないか？もしかして。ネザーが、
すべて辺り一面見えるっていう。家賃100万円クラスの家できるよこれ。いや今相当これうわ見晴らしいいけどちょっとガラスがね複雑に入り混じってんのがまだまだ修行不足だなって感じもするんですが、それでもまあまあ現状かなり見渡しはいいからそれやるか。そしたらいい感じにネザーランドができるぞ。